ニート H パックリサイタルホールから、今日はですね、少し特別な、動画になります。というのは、今回やはりコロナで世界中が大変なことになりました。僕も本当ならば、5月6月とヨーロッパに行って、帰ってきてオペラをして、また8月にもヨーロッパに行って、日本とヨーロッパを行ったり来たりする生活なのですが、ずっと日本にいなければならない状況になりました。メンバーの中にもこの緊急事態宣言の中、自分の国から出られなくなったメンバーもたくさんいました。今回そうした中でこのリサイタルホールからというシリーズを始めたわけですけども、イタリアの方の、イタリア大変なことになりましたけれども、イタリアから出れず、だけどこのミート H パックのシリーズにどうしても参加したいということで、イタリアの方からビデオを送ってくれました。フルート奏者のフランチェスカを紹介します。彼女はまだ1年目のメンバーですけれども、非常にまず明るい性格、これはもう本当にイタリア人らしい、喋り方のイントネーションにしろ、なんていうんでしょう、みんなを盛り上げる、そうした気質もですね、まさにイタリアの血を感じる女の子ですが、フルートも本当にオーケストラの中で非常に彼女が吹くとですね、オーケストラ生き生きと、これは日本のお祭りでもそうでしょうけど、太鼓が鳴って笛が鳴ると、みんなの気持ちが華やぐ、そうしたフルートの役目をすごく感じさせてくれる、奏者です。そして、こうして、世界的に大変な状況の中で、イタリアからですけども、この日本のことを思い、このパックのことを1年目のメンバーですけども非常に愛してくれてる、よくこのパックのことを理解してくれてるメンバーかなと思います。ということで、フランチェスカのフルート、お楽しみください。チャオプッティ、皆さんこんにちは。パックオーケストラフルートのフランチェスカです。イタリア人です。今回は一人ではなく、素敵なピアニストであり、とっても親切な日本語の先生でもある香織さんと一緒です。こんにちは、はじめまして、イタリアに住んで活動しているピアニストの松井香織です。今回はフランチェスカさんに声をかけていただいて、こうして自粛期間、彼女はイタリアにずっと今滞在されていまして、で私にもそうやってこうやって声をかけてくださいました。光栄な機会に感謝しています。本来なら今日は西の面にいるはずでしたが、まだイタリアにいます。でもこの期間に、香織さんと一緒にイタリアから心を込めて皆様に演奏をお届けします。今日は演奏する曲はプッチリのマダム・バッテフライのファンタジーです。そうですね、私たちがこの曲を選んだのはもちろん、日本を題材にしたテーマをイタリア人作曲家プッチーニによって創作されたということ、それと、当時娯楽が少なかった時代にこうやって劇場の、芸術をサロンなり家なりに持ち込んで、楽しんだということで、この曲を皆さんに提供したいと思いました。今は英語をすみません。Actually, nowadays it's pretty easy to listen to the beautiful big classical music from the house, because we have CDs, we have Spotify, we have YouTube and so on. But I think that we all agree that live music is something else. It's more special, it's more meaningful, more powerful. And now, because of the coronavirus pandemic, it's not possible to listen to this big music because of too much people playing together. That's why I decided to play this beautiful fantasy, which is made by beautiful arias and themes, the most famous from the masterpiece of Madama Butterfly, which is for me one of my favorite operas.
or maybe the film my favorite, and I don't know, every time I play Puccini I think it's my favorite, so it's impossible to decide. Anyway, I think that you all will be able to recognize these themes because they are really famous in Italy, in Japan, but in all over the world. Especially the people who came to our San Sylvester concert, maybe they will be able to recognize these beautiful things. So today I just wanted to share with you my joy, our joy of, I hope, of playing together this beautiful opera music. Just with a flute and with a piano, instead of the orchestra and the singers, but why not? This is just music. 日本とイタリアをつなぐこの作品をお楽しみください。Thank you.
いかがでしたでしょうか。まあ、彼女も自分の中で最も好きな音楽だというふうに言ってましたが、この、兵庫芸術文化センターでも一番最初に取り上げた、まあ、夏のオペラ蝶々夫人でした。冒頭の音楽から最後はある晴れた日にで締めくくられてましたけども、本当にオペラ全体を、届けてくれたような気分になりました。素晴らしい演奏だったと思います。そして、イタリアからこうして、ビデオで送ってくれたことをすごく嬉しく思いました。ということで、ミート H パック、次回もお楽しみください。